皆さんこんにちは、ゆうなみおです。今回は一人トークショーということで、数ある質問の中から答えていきたいなと思います。それでは1問目、どれにしましょう、どれにしましょう。じゃん、いつか行ってみたい旅行先はということで、正直旅行は好きじゃないんですけど、でも行ってみたいって言われたら海外に行ってみたいですね。もう正直どこでもいいです、どこでもいいですが、飛行機に乗ったことがないので、飛行機に乗って飛んでみたい到着先はどこでもいいです。綺麗なとこ教えてください。飛行機に乗りたいです。はい次行きましょう。絶対に譲れないこと。そうですね、譲れないこと、一人の時間が欲しいです。寂しいガリアなんですけど、友達といるのももちろん楽しいですし、常にカナミスーと一緒にいるんですけど、なので一人の時間が少ない方だとは思うんですけど、でも絶対に一人の時間はないと私は多分生きていけないと思うので、その時間は特別に、そうですね、絶対譲れないとこですね、欲しいなと思います。次いきます。あれ、じゃん、自分を動物に例えたら、よく言われるのは、私犬を2匹飼ってるんですけど、チワワを2匹飼っていまして、最初はそんなことなかったんですけど、だんだんと犬そっくりだねっていう風に言われてることが多くなりまして、犬に似てるのか愛犬がだんだん私に寄ってきているのか、どちらかだと思うんですけど、チワワに似てるってよく言われます。はい、それでは次、これ、じゃん、密かに抱いている夢。そうですね、私昔から思ってる夢なんですけど、いろいろな他の舞台を見に行かせていただいて、あ、これやりたいって思ったのがフライングってあるじゃないですか、宙からお客さんの方をバンバンバン飛ぶやつ、あれすごい憧れてますね。高いところはそんな得意じゃないんですけど、でもとやっぱ飛びたいんですかね、私飛びたいです、フライングでもあれすごい憧れますね、すごいやってみたいなって、いつかやれるところがあったらやりたいという夢です。はい、それではもう一つ、これにします。じゃん、休日の過ごし方について。休日はですね、休日はあまり外には出ないんですけど、今回ステイホームたくさんさせていただいて、かなりの休日をいただいたんですけども、あえて規則正しい生活をしたいと思って、もうステイホームになった当初からすぐ朝は早く起きて、夜は日付が回る前に寝て、朝ごはんをちゃんと食べるとかいう、なんかそういう生活をしてたので、それは普段もした方がいいと思うんですけど、でも休日だからこそ、そういうなんかちゃんと規則正しい生活っていうのをしています。はい、これからも続けます。さて、もう次、これ、じゃん、ステイホーム中に家で見た映画について。映画は何個か見たんですけど、覚えているのはグレイテストショーマンと、あとはもう一個あれですね、船のやつ何でしたっけ、あ、タイタニックを見ました。はい、どっちも見たことはあったんですけど、グレイテストショーマンは初めて見た時にもう大好きになってしまって、でもなかなかもう一回見る機会がなかったんですけど、
私もう一回見たいなと思って見てみました。やっぱり楽しかったです。音楽とか世界観とかもすごい楽しくて大好きなんですね。タイタニックももう一回見たいなと思ってあんまり覚えてなかったんですけど、見てみたら記憶にない場面がたくさんあって、あ、新しい発見だと思って、やっぱ映画何回も見るの楽しいなって改めて思いましたね。ステイホーム中にいろいろな、これ以外にもたくさん映画を見ました。はい、続いてじゃん、最近食べた美味しかったもの、ちょっと前にはなるんですけど、貝の食べ放題に友達と行きまして、ちょっと前に行って食べたんですけど、貝が大好きで自分で焼いて食べるんですけど、お腹いっぱい食べてすごい幸せでした。貝が本当に美味しかったです。もう一回行きたいなと思っています。はい、すごい取れるでしょ。じゃん、舞台以外で挑戦してみたいこと、やっぱフライングですかね。戻っちゃいました。あれ、さっきの質問そう戻っちゃったんですけど、あ、舞台以外だから、そうです、舞台でフライングはやります。舞台以外はなんだろうな、バンジージャンプ。ね、ちょっと空飛んでばっかなんですけど、そうですね、あの決して得意ではないんですけど、人生で一回はやっときたいなっていうことですね。舞台以外だったら、そうですね、すごい高いところから飛び降りたいです。はい、でも日本ではやりたいです。あの海外ちょっと不安なんで、日本でやりたいです。はい、いつかやります。次、じゃん、憧れの存在。そうですね、もちろん舞台人の舞台の方々で憧れの方っていうのはたくさんいるんですけども、昔から憧れているのはやっぱ両親ですかね。両親のような大人になりたいと言いますか、別に特別なことは何もしてないですけど、理想の人っていうのはやっぱ母みたいな人とか父みたいな人がいいなって昔からずっと、あ、そうですね、最近ちょっと思ってます。はい、大人になりまして、ちょっと両親のありがたさに気づき始め、はい、最近両親のような人になれたらなと思っています。はい、はい、そろそろ時間なので、あと1問いきます。じゃん、理想の娘役像について。そうですね、昔から憧れっていうのはたくさんあったんですけど、舞台に立たせていただいて思うのは、雰囲気大事だなってすごく思うので、立っていらっしゃるだけでも娘役っていう雰囲気の方、舞台で踊ったり歌ったりされていても娘役らしさ、言葉にすると難しいんですけど、可愛らしい、誰もが女の人から見ても憧れるような娘役さんっていうのをすごく私も憧れていて、そうなれたらいいなと思うので、そうですね、女性の方から見ても憧れられるような娘役が理想の娘役像です。私も頑張りたいと思います。はい、たくさん質問を答えさせていただきました。はい、久しぶりにこんなに喋ってとても楽しかったです。またいつか舞台でお会いできる日を楽しみにしています。
ありがとうございました。